地害対策を施した中の畑でいよいよキャッサバを定植しました。いわゆる苗の植え付けです。上村さんは地害対策をしている中の畑と広い畑、小さい畑で栽培をしています。実は掘り返しているところまでしか地害対策は進んでいません。撮影のために特別に植え付けをしていただきました。長さ 10.5 メートルの畝に次々と苗が並べられます。もうちょっといけるのか。95センチ間隔に11個の苗が並びました。今日植える苗を水につけます。太陽の傾きを測りながら寸間を惜しんで地害対策を進めます。いよいよ植え付けが始まります。全然楽だ。ただ差し込むだけでいい。ここに至るまでのことを知ってるから、どっちが楽なのって。去年植えた時はもうやっぱりガリ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 やったんですよ。ですよね。周りの。だから植え付けるのにすごい時間かかります。だってまあこういうのっての、まあ、定石なんですけど、傾けて押して。うん、いきますよね。この根っこ回ってますね。こういう感じなんですね。この根っこが太くなったらなるんですか。そうです、そうです。根っこが芋になるんですね。言ってますよね。でもなんか普通の根っこですね。普通の根っこって変だと。そう、まあただの根っこです。でこれが四方に伸びていくんですね。そうです、そうです。この柔らかい根っこがだんだんこうまっすぐ伸びていってる感じ。あ、これはね、巻いてますけどね、うん、これだけ巻くとあんまり良くないですね、まあ、ちょっと黄色くなってますよね。やっぱりこの大きさに対してこのポットの小ささですからね。あ、そうか。もうちょっと早いうちに植えたかな。もう少しですかね。でもまあ、苗としてはそうなんですけれども、あの暖かさとしてはこの暖かさ、今日みたいなやつ、うん、まあ、望ましいですね。前ちょっと寒い日があったじゃないですか、はいはいはい、ああいう風になるとちょっとこう、うん、なんていうか。でポットはどこに置いてあるんですか。あ、これは家の中ですね。ああ、やっぱり家の中ですね。夜は家の中で、昼間晴れたら外に出すと、ね、で今日定食するんで、まあ、ずっと置きっぱなしでしたけれども、はい、やっぱり定食前は少し外に流すために夜も外に置いておくと。なるほど。ということはやりますね。こういう大きくなったやつ、これ比較的大きいやつなんですね、はい、これはもう早く植えるか鉢上げするか、少しこの9センチポットじゃなくて、うん、一回りか二回りぐらい大きいの、うん、ポットに入れ替えたものですね、うん、それでちょっと時間を稼ぐという感じでしょうか。
1ヶ月後にみんな楽しみだ。これは株が2つあるんですか？2基が2つある。そうですね、2箇所から出て、この太いのがまあ元々ないなんないというか茎なんです ね、 茎ね、ええ、だから普通は、普通はっていうかアフリカなんかの暖かいところではそのままこの茎をちょっと斜めにぶっ刺してそれで終わりなんです。あとはこう芽が出てきて、芽が出て芽が出てっていうのがあるんですけれども、その間をポットで暖かくしてあげないとダメです。そうですね、はい、やっぱこの時期でないとやっぱり遅霜なんかでやられちゃうことがあるんです。なるほどね。あ、なんか綺麗に並びましたね。こうやって並ぶとやっぱいいですもんね。いいですね。これでいいんじゃないですか。まあまあ取れたし、はい、のこれ置いたままでいいんですか。これはもう置いたままですね、うん、とりあえず。で向こう行きます。はい、向こう上に行きます。行きましょう。それでじゃあ